タイガーフィッシュ魚雷は、イギリスで開発された、音響誘導式銃魚雷。イギリス海軍においては、後継のスピアフィッシュ魚雷に更新されている。タイガーフィッシュは、単身及び、受調療養のソナーを備え、発射母体の潜水艦に接続された、有線誘導用ワイヤーにより遠隔操作される。有線誘導により、長距離において、 目標を探知した際に即時発射が可能である。すなわち、潜水艦のより有力なソナーにより、目標の進路と速力情報を得て、ワイヤー経由で目標情報を更新しながら、目標に接近することができるだけでなく、一旦発射した魚雷を別の目標に割り当て直すことも可能となっている。典型的には、 優先誘導魚雷は高速で目標へ接近し攻撃の間速力を落とし自身から発生する雑音による魚雷自身の搭載センサに対する干渉を最小化する。1950年代半ばにおけるタイガーフィッシュ開発の当初のコンセプトは極めて高速かつ深々旅に先行でき内燃期間により構想する魚雷というものであった。 このコンセプトでは酸化剤として高圧酸素を用い、マックル優先誘導研究により開発された優先システムにより誘導されることになっていた。優先システムは魚雷を発射した潜水艦のソナーからデータを送信され、1950年代半ばに放棄されたペンテイン魚雷計画で開発された自立型の単身受調ソナーを使用した。 この開発計画は、当時、ロンドン地下鉄の終着駅であったオンガー駅にちなみ、オンガー計画と称していた。開発に当たった技術者たちは、この魚雷は、魚雷開発の終わりとなるほど、先進的なものとなると確信していた。開発計画は1950年代後半に、深刻な問題に直面した。というのも、 当初のコンセプトの実現に必要な技術はあまりにも先進的に過ぎ、1969年収益という目標に間に合わせることができなかったからである。加えて、魚雷試験施設が1959年に閉鎖され、そのスタッフがポートランドに移されたことにより、開発の進行が分裂してしまった。結果、1960年代初めの後半な、 計画の見直しにより、1969年収益が達成できると現実的に予測し得るように、要求性能所限の大幅な引き下げが行われた。推進期間は、内燃期間から、銀アエン電池を動力源とする電気モーターに変更された。これにより、計画上の速力は55ノットから24ノットに引き下げられ、 最終攻撃局面における短時間の速力は35ノットとされた。誘導システムは単純化され、水上船舶攻撃の能力を与えられた。優先誘導システムのみは、概ね変更されなかった。これはより早い時期に運用が開始された、マーク23魚雷と同じである。魚雷の圧壊深度300メートルという当初の要求は、 原子力潜水艦の新深度先行能力の急速な進歩によって不十分なものとなっており、要求深度は徐々に490メートル、そして660メートルにまで増大した。しかし、タイガーフィッシュはこれらの要求を満たすことはできず、達成し得た最善のものでも、深度350メートル、後に440メートルに止まった。初期のモデルは信頼性が低く、 モッドレイの対潜水艦モデルはその40%しか設計された通りに稼働しなかった。タイガーフィッシュは遠隔操作システムに大きく頼っていたが発射後に沈行しがちであったため誘導ワイヤーを損傷させかねなかった。モッドレイは1979年の艦隊における導入トライアルに失敗したがそれにもかかわらず1980年には艦隊に 配備された。モッド 1DEP 対潜水艦、対水上艦占領用モデルも、また、最設計版のモッド2が1978年の洋上トライアルを通過し、翌年には配備されたにもかかわらず、問題を経験した。1982年のフォークランド紛争において、原子力潜水艦、コンカラーが、アルゼンチン海軍の巡洋艦、ヘネラル・ベルグラノを撃沈した際、 コンカラーはタイガーフィッシュを搭載していたにもかかわらず50年ものの旧式だが信頼のおけるマーク8魚雷を使用した。同紛争後に行われたテストでは標的船に発射されたタイガーフィッシュ5発中2発が全く機能せず他の3発も標的に命中しなかった。長距離において深々旅を高速で移動する標的に 対処する、信頼性ある装備を絶望するイギリス海軍の努力は、タイガーフィッシュに核弾頭を装備させるプロジェクトに帰結した。核弾頭の装備により、タイガーフィッシュの貧弱な先行能力と誘導性能を差し引きにし、撃破確率を90%近くまで引き上げようとしたのである。1969年半ばには他にも様々な、 試作が提案され、それらの中には、アメリカからマーク45アスター核魚雷、マーク48、ないし、サブロックを購入するというもの、あるいは、比較度かつ先進度を構想し、射程も短いが信頼のおけるマーク8魚雷に、核弾頭を装着するという、イギリス潜水艦隊司令官の主導の提案もあった。潜水艦隊司令官は、マーク8魚雷に、 W177 核弾頭を装備させる提案を主張した。W177 弾頭であれば、魚雷の性能が不足であっても、現存するイギリスのどんな潜水艦用兵器よりずっと優れていると。しかしながら、この見方は誤解を招くものである。マーク8魚雷の射程は短く、発射した潜水艦は、魚雷の核弾頭の加害範囲に入ってしまう。 1980年代初めのプレッシー社によるプログラムでは最終的に信頼性を80%まで向上させたモッド2型を生産した。モッド2型は基本設計上達成し得るこれ以上の発展の望めない最善のものとしてイギリス海軍に受け入れられた。1987年までに600発のタイガーフィッシュがモッドに標準に改良された。 1950年代半ばの概念設計から、イギリス海軍への失敗作モッド例型の導入まで、タイガーフィッシュの発展に伴う苦難を味わったせいで、イギリス海軍の潜水艦から水上艦船を攻撃するために巡航ミサイルを購入するという決定を下した。タイガーフィッシュには以下のバージョンがある。1990年、チリのカルデオン社は、チリ、ブラジル及び、 ベネズエラの海軍向けにタイガーフィッシュを製造するライセンスを認められた。イギリス海軍では2004年2月に最後のタイガーフィッシュが解約された。ありがとうございます。